バランスボールのトレーニング E ですね。はい、動画のようにこの姿勢ですね、お尻を上げて、お尻を本当に5センチぐらい上げる姿勢をキープして、この時にかかととボールをしっかり意識しましょう。左足上がってますが、これも上げすぎず、そして両手はしっかりと伸ばしましょう。今動きをつけてますね。はい、次はかかとから今度は足の裏ですね。足の裏とボールを密着させ、先ほどの姿勢に入ります。先ほどのエクササイズよりも負荷はちょっときつめですね。で、左足、お尻を上げる、5センチぐらい上げる、これをしっかり意識しましょう。それでは四つん這いの姿勢で、足の甲をボールに、密着させて行うエクササイズですね。はい、この時にポイントなのが、右足今出してますが、これと姿勢ですね、背中特に猫背にならないように、そして顔ちょっと下向きがちですが、もうちょっと上がってるとおとなしいですね。膝とボールを密着させてます。これすごくいい姿勢ですね。はい、背中の位置が、背中ピンと張って猫背にならないように、そして両腕も曲げません。